こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。ほら動かないじゃん。やっぱりこっくりさんなんて都市伝説でしか。呼んだ？いや、自分で呼び出しといて驚かないでよ。どう見ても狐の化身っぽい人が。まさかこっくりさん、なんで僕を呪いに？うん、長年コイン動かすだけの楽なお仕事してたんだけど、飽きたから出てきちゃった。てへてへって、それにしてもごっくり。何よ。あー、いや本当にいるんだなって、てっきり都市伝説だと思ってたから。失礼ね、実在するに決まってるでしょ。あ、そうじゃなくて、こんなにでかい人って本当にいるんだなって。何の話してんのよ。たっくん、これだから最近のガキは。ほら、聞きたいことがあるから呼び出したんでしょ。とっとと質問なさいよ。何でも答えてくれるんだよね。ふん、私に答えられないことはないわ。じゃあ、こっくりさん、こっくりさん、こっくりさんは E カップですか。いいや、ちょっと待って、何聞いてんのよ。 F カップですか。いいや、やめて、聞かないで。私は強制的に何でもはいかいいで答えちゃう体なの。よし、 E カップですか。はい。やっぱりか、 C カップか。なんてこと聞いてんのよ、このエロガキ。だって何でも答えてくれるって言うから。だとしてももっと他に聞くことあるでしょ。気になる同級生が誰が好きかとか、将来何になるのかとか。確かにそうだ、せっかくの機会なんだし、本当に知りたいことを聞かないとだよね。分かればいいのよ。ほら質問しなさい。こっくりさん、こっくりさん、僕の初体験の相手はどこの誰ですか。本当に知りたいことそれなの。っていうか、あんたには一生訪れないわよ。あ、わからないだろう。まあ不安だから聞くんだけどさ、いいから答えてよ。僕の初体験の相手は誰ですか。しょうがないから答えてあげるわよ。た、た、し、へえ。違うから。もうあんたが変なこと聞くから調子狂っただけなんだから。もう一回聞きなさい、今度は本気で答えるから。僕の初体験の相手は誰ですか。わ、た、し、なんで。こくりさん、こくりさん。まだ、これにて質問タイム終了。知らないの。こっくりさんは途中で終わらせちゃいけないんだって。決まった通りに終わらせないと不幸が訪れるらしいよ。不幸がって、私がこっくりさんだから、私が終わらせる分には構わないでしょ。いや、ダメだね。僕がお戻りくださいってするまでは終われないはずだ。こんな畜生めか。さーて、次の質問だよ。何を聞くつもりよ。こっくりさん、こっくりさん、僕の初体験はいつどこで。知るわけないでしょ。こっくりさん、こっくりさん、僕の初体験はいつどこでですか。答えないんだから。こっくりちゃん、こっくりちゃん、僕たちいつどこでするの、教えてください。5分後ここで。はー、マジか。フォー、あ、わかった。あんたコイン動かしたでしょ。自分がしたいからってずるいわよ、この色ガキ。いや、コイン使ってないから。僕が聞いてこっくりさんが口頭で答えてるだけ、小細工のしようがないだろ。あ、そっか、学校の卒業よりも先にあっちの卒業か。しかも相手は G。 うおあんたとなんか絶対しないんだから。油揚げ1000枚積まれてもお断りよ。こっくりさん、こっくりさん。何よ。キスしてもいいですか。